灯具的由来。今日は私が皆さんに日本の祭りの一つを紹介します。それは秋田竿燈祭りで日本の東北地方の四大祭りの一つです。毎年の日程は8月3日から6日までの4日間にわたって開催されます。この期間は観光客が全国から集まり、数百万人の人出となります。外国人観光客も年々多くなっています。360年の歴史を持つ竿燈祭りはいくつかの危険説があります。これから一緒にこの祭りを見てみましょう。日本の竿燈祭りの由来は夏の時、人々が居眠りを好むという悪い癖と関係があるようです。秋田地方は夏の間の天気が非常に暑く、気温が高くなります。古代の日本人は魔物が生まれると貧困と病魔に侵されるということを信じていたので、その睡魔という妖怪を追い払うため、夏になると人々の家の前に灯籠を飾った竿燈を立って、睡魔を駆除していました。また、家の入り口に竿燈をかけることによっても、五穀豊穣と無病息災の願いの効果があるという説も世間に広まっています。单字介绍。東北秋田秋田竿燈祭り秋田竿燈祭り五平百尺竿燈に一歩を進む百尺竿燈に一歩を進む五大妙計竿燈には5つの基本技があります。流し、平手、額、肩、腰。流しは最も迫力を必要とする片手操作の基本技です。平手は利き腕の手のひらに乗せて、たかたかとかざし上げる力強く豪快な基本技です。額は首根っこが座った重量感あふれる技で観客を圧倒する見せ場を演出します。肩は竿燈を上げやすく最も覚えやすい技です。両腕を広げ軸足と竿燈を一直線にするのが美しいとされます。腰はかなり修練が必要な派手な技です。5つの基本技の中でもクライマックスに入る大技です。頭巾鉢巻き的绑法。日本祭典所使用的头巾有许多不同的绑法。今天要给大家介绍的是人人都可以上手，属于比较简单的类型。现在就让我们一起来看看吧。嗨，大家，我们今天要介绍的是在日本祭典当中一个手巾要怎么变成头巾的步骤。那我们来看一下哦，在祭典当中你会拿到一个大概这个大小的手巾。那首先第一个步骤就是你要把它给摊开，然后记住摊开的时候要让正面朝下，所以是这样子。那因为它旁边两边会有一些线头，所以我们把线头的地方稍微折起来，折一点点就好，这边也是折一点点就好。好，然后再来呢，第二个步骤就是我们要把它对折，看想要用什么样的方式，其实用卷的也是可以。好，这样对折，然后再折一折，窄一点就会这样子，折成大概这一个大小。好，那接下来呢，先拉好两边之后，直接把中间的部分放在额头上，通常会放在眉毛上方，然后呢，手握住两边，转一圈，然后把两边呢塞到你的
投资理念。好，就像这样子，你就会成为祭典中的热门人物。刊登祭现场。站住！都给我